マーガレット・バーク・ホワイトは、戦艦機のアメリカを中心に活躍した、女性報道写真家、戦場カメラマンの草分け、地の名デーを取材中のバーク・ホワイト。撮影、ミキ・アツシ、1952年、東京。ニューヨークに生まれ、クラレンス・エイチ・ホワイトに写真を学び、1920年代後半には、写真家としての活動を開始する。ソ連を含めて、 ヨーロッパにも足を運び、報道写真、ドキュメンタリー、機械、工場、建造物の写真、戦争写真などを、また、アメリカ空軍の写真家として、航空写真も撮影した。戦後は、インド、パキスタン、南アフリカなどの発展途上国を回り、その様子を数多く撮影した。戦後には日本も訪れた。戦艦機のプロの女性写真家として、最も活躍し、 最も高い評価も得た一人である。とともに、いい意味でも悪い意味でも、ライフ史に合致したタイプの報道写真家だったと言える。1939年から1942年まで、小説家のアースキン・コールドウェルと結婚していた。二人は1937年に共同で、写真集、ユー・ハブ・シ s ン e ア・フェイ r ズ》を出版している。1952年、東京で、 地の名令のデモを取材中、パーキンソン病の症状が発症。以後、2回手術を受けるなど闘病とリハビリを続けたが、1971年8月27日に死去。救援物資の配給を待つ人々。1937年、ケンタッキー州、ルイビル。日本では次の展覧会が開催されており、その展覧会カタログが存在する。 カタログでは85点の写真図版を見ることができる。ありがとうございます。